私クリエイトの日本語ポッドキャストのお時間ですはい皆さんこんにちは私クリエイトの鈴木久子です皆さん元気にしてましたかお久しぶりですこないだ私福岡で行われたお笑い漫才イベントに行ってきましたそれが面白くて面白くてぜひ この日本イベントを皆さんにシェアしたいと思い今日は今大人気のこの日本のお笑いについて話したいと思います。今日もどうぞよろしくお願いします。私クリエイトトの日本語ポッドキャストみんなお笑いってみますかその前にお笑いって何か知ってますか なかなか母国語以外で見るにはちょっとハードルが高いかもしれないのですが最近日本ではお笑い芸人さんばかりがテレビに出てますよね少し前まではドラマでもバラエティでもジャニーズが出ない日がなかったのですが今ではその位置をお笑い芸人さんが占めているんですねお笑い芸人とはまあ一 てみればコメディアン面白い言葉の表現とか体や顔の表情の面白い動きとかでお客を笑わせるタレントさんのことです。まあ簡単に言えば世の中に笑いを提供する人のことです。ありがとうございます。漫才とはツッコミとボケに分かれて2人の芸人さんが 滑稽な言い合いやネタで客を笑わせる演芸の一種です。平安時代に成立した万歳が江戸時代から昭和にかけて大阪を中心として独自に発展したものだそうです。芸人さんはおしゃべりで場を和ませたり、面白おかしく場を沸かせたりするので、 必要不可欠な存在ですよね。自分の周りにもそんな人がいたらずっと笑っていられるから一緒にいたくなるでしょ特に今の世の中でその傾向が強いのはみんなリアルの生活は大変だから非現実の世界にそれを求めるのかな実は私はお笑いが大好きで、あ、 現実世界に好かれてるわけじゃないですけどちょうど1ヶ月前の旧正月に福岡で開催された博多花丸大吉さんデビュー30周年記念の花大どんたくっていうのに行ってきたんです皆さん花丸大吉さんってご存知ですか今日本で売れっ子ナンバーワンと言っても過言ではないほど 大活躍、大人気のお笑い芸人さんです。今回行ったこのイベントでは、なんと今活躍中の有名なお笑い芸人が30組ほども出てきて、もう10時間興奮しっぱなしでした。アカシアさんまさんとか、ナイナイさんとか、千鳥とか、中川家とか、フットボールアワーとか、 このイベントなんと朝11時から夜の9時まで10時間もあったんです。ずっと笑いっぱなしでした。それで考えてみました。なぜ今こんなにお笑いブームなのか。1、ストレスを笑いに変える。さっきも言いましたが、世の中のストレスを辛辣に突っ込みながら、 でも笑いにして和らげる2芸達者漫才がドラマ仕立てだったりもあるのですが演技力がみんな半端ない3共感世の中の動きや話題それを人はどう思ってるのかを常に偵察してネタを作ってるからだから見ていてす ごく共感できる。四、時短。濃い内容をぎゅっとまとめる。ただ、だらだら喋るのではなくて、ぎゅっと濃く5分ほどにまとめて喋る。映画を1本見るのは2時間かかるけど、漫才だと5分で完結。五、おじさんブーム。 今若手よりも40代から50代のお笑い芸人さんが大人気世の中のイケオジブームにあやかってその上芸人さんは面白いだからすっごく綺麗な女優さんが結構ブサイクな顔がね芸人さんと結婚したりしてますよねはい最後に 鈴木おすすめのお笑い芸人さんを紹介させていただきます。1パンクブーブーさん。今回のイベントで一番面白かったのがこの方々です。終わってからも後を引く面白さでした。ずっと笑ってました。マージで面白いので見てみてください。悩みなんて吹っ飛びますから。2千鳥。 もともと千鳥の大ファンです。同郷の岡山出身で岡山弁でしゃべるのも最高ですが彼ら人間そのものもおもろいです。マジでアホなことやってるのでそれも本気でアホなことやってるので見てみてください。3、中川家兄弟芸人さんで。 日常のなんでもない一コマを切り取って、笑いに変える名人です。すごく共感できます。ああ、それあるある、わかるみたいなのが多くて笑えるんです。私クリエイトの日本語ポッドキャスト皆さんどうでしたかお笑いファンになりましたか 私、お笑い芸人さんって本当にすごいなって思うんです。それは、1000人とか1万人とかいる観客の前で平然とあんな風にネタができるなんて、いい意味の頭がおかしい人たちだと思います。ただものではないです。おもろいは神です。 皆さん、今こんな日本で流行りのお笑いにぜひハマってみてください。それではまた次回のボッドキャストでお会いしましょう。バイバイ。